M1156 精密誘導キットはアメリカ陸軍が開発した 155mm 砲弾用精密誘導システムである。主契約者はアライアントテックシステムズで開発作業にはインターステートエレクトロニクスコーポレーションも参加している。PGK は従来からある新艦と同様に弾頭の先端にねじ込んで取り付けられるが GPS 誘導により 弾道を補正する制御翼がついている。自由落下爆弾に取り付けて、精密誘導爆弾に仕立て上げるジェイダムによく似ており、砲弾版ジェイダムとも言える。2009年から生産されており、2010年には配備される予定であったが、実際の配備は2013年春になった。従来使われてきた、非誘導型の M549 の平均誤差。 半径は最大射程時に267メートルである。これは、正射時に標的から半径267メートルの範囲内に着弾するということであり、非誘導弾頭では近接戦闘時に遊軍への誤射や同士打ちが起きる恐れがあることがわかる。すでに実用化されている M982 エクスカリバー誘導砲弾は標的から6メートル以内に有効射が得られるが、 陸軍は、より安価な代替品として、XM1156 を開発することにした。PGK の新幹部は、M549A1 や、M795-155mm 榴弾の弾頭部に取り付けて、M1955mm 自走榴弾砲や、M777-155mm 榴弾砲から発射でき、 射程距離によらず、標的から50メートル以内に有効射を得ることができる。砲弾が発射されると、制御翼が展開される。GPS 受信機で PGK の現在位置と目標の位置から目標に命中する飛翔経路を割り出し、制御翼を操作してその経路に誘導する。PGK には、標的から150メートルの範囲内に着弾しない。 場合には爆発しないよう安全装置が設けられており、発射5秒後の時点で着弾予想点が標的から150メートル以内にあるか否かによって作動するようになっている。これにより近接火力支援を受ける遊軍兵士の安全を確保している。PGK は重量キログラムで制御翼とオルタネーターが増えた分、通常新幹よりキログラムだけ。 重くなっている。飛翔中に、オルタネーターからの電力で動作するため、バッテリーが不要になっている。PGK は既存の誘導砲弾よりも安価で、しかも、通常砲弾の命中精度を高めるものであるため、新しく誘導砲弾を生産することなく、ハイピズミの大量の通常砲弾をアップグレードして、備蓄することができる。 PGK は様々な1 5 5トル砲システムと互換性がある。2014年9月にはドイツの DM111 砲弾に装着して PZH2000 自走榴弾砲からの実施者デモが行われており射程2 7トルで標的から5ル以内への着弾率90%を得ている。PGK はアフガニスタンへの緊急補充として投入され、同地で 性能、信頼性、安全性を確認するための発品受領試験が行われた。試験において、PGK を装着した砲弾は牽引砲及び自走砲のどちらの砲システムでも安定した性能を示し、30メートル以下という精度要求に対して、ほとんどの砲弾が10メートル以内を達成した。2015年2月6日には ATK から PGK が 受領試験に合格して定律初期生産への移行が認められたことが発表された。2015年4月には PGK の定律初期生産の第一ロットが納品され、受領試験では42発中41発が正常に発射された。2015年終わりの全規模生産への移行に向け、5月と6月にも追加ロットの受領試験が行われた。 2015年6月29日には、オービタル ATK から PGK 第1ロットの受領試験が完了し、安全性要求及び信頼性要求のすべてが満たされ、命中精度は平均10メートル以下であったことが発表された。追加分2ロットの受領試験では生産の安定性や、生産工程全体を通じた製品改良に関する情報収集が行われた。 2013年8月8日にオーストラリアは4000に初の M1156 と訓練及び付帯設備を5400万ドルで購入する意向を示した。定率初期生産中の兵器に対する購入意向表明は異例のことであった。2015年2月にはオーストラリアとカナダから正式発注がなされた。オーストラリアは2015年12月から2016年1月に かけて受領した。2013年5月にはアフガニスタンに展開したアメリカ陸軍第10号野戦砲兵連隊で XM1156 の付帯設備に関する訓練が開始され、少し後に PGK 本体の初期運用が始まった。これは2013年6月末に終わり、アメリカ陸軍は2400発、海兵隊は700発の PGK を受領した。 従来ダと XM1156 の構造比較。ありがとうございます。